コエルノサウラブスは、規定的そうい類爬虫類の属の一つ。ウェインエルティサウルス科の近縁種と同じく、この属の構成種は、胴体の縁に沿って長い棒状の骨化組織を持っていた。この骨質の棒は、肋骨の身長部ではなく、この動物の皮膚に由来する、新しく発展してきた骨であり、この属とこの属に、系統的に近いもののみに、特有な特徴である。 この構造は生存時には皮膚で覆われ浴場の面を構成し、これを用いてコエルロサウラブスは滑空できたと考えられている。コエルロサウラブスは本来唯一の種であるシーエリビンシスのみが知られており、その種はマダガスカルのサカメなルイソウさんの化石をもとに1925年に命名されたものである。ウェイゲルティサウルスかの他の多くの族は コエルロサウラブス族の発見以来この族にまとめられてきた。最も注目すべきはウェインエルティサウルスであり、元は1930年にドイツで記載されたものである。現在ヨーロッパの種はドイツで発見された多量の標本により知られており、その中のいくつかは非常に保存状態が良い。1987年にウェインゲルティサウルスはコエルロサウラブスの死のニムとされ、 コエルロサウラブスの第二の種シーラーアラソラベスイエクリーとなった。しかしながら2015年の研究において、ウェインエルティサウルス族は、コエルロサウラブス族とは異なる族として復帰した。コエルロサウラブス標本は、平均体長が40センチメートルほどである。胴体は長く扁平で滑空に適している。頭骨はトカゲ型で、尖った口先と外観上は、 スノリュ類の後頭部に似たギザギザの縁取りを持つ、広がった後頭部を持っていた。デイダラソリスマッテガスカリーンシスキャロル1978は、マダガスカルのモロンダは盆地の高めな類相産標本を元にしているが、コエルロサウラブスの模式種であるシーラーラソラベス、エリビンシスのシノニムだとされている。グレイソリソリスオットイと、ワイグルティソリスイエークリーは両者とも、 ドイツ北東部にあるペルム気候機のカプファーシファー武装から算出しているが、これらもまた1987年にコエルロサウラブスのシノニムであるとされた。ワイグルティソリスイエークリーは、コエルロサウラブス族の別の種とされシーラーラソラベス、イエークリーとなったが、2015年のブロノーブセナコブによる二つの研究によって、コエルロサウラブスのものだとされている。 頭骨標本が再評価され、ワイグルティソリスやエクリーは有効な俗名として復帰した。マダガスカルの坂目な類相から算出。ドイツのカプファーシファー武装とイギリスのマールスレートから算出。コエルロサウラブスは SF ドラマのプライミーバルにおいて大きく取り上げられた。後にレックスと名付けられるオスのコエルロサウラブスが時空の亀裂を通って現代に現れ、彼を フェルム機に送り返そうとする試みはしたものの、結局シリーズを通したチームのマスコットとなった。コエルロサウラブスはこのドラマの中では実際とは異なり、単なる滑空ではなく自力での飛行が可能であるように描かれており、また大きさも実際のサイズより大きくされていた。さらに劇中では頭部に折りたたみ可能なトサカが存在したが、これは完全に想像である。ありがとうございます。